はい、こんにちは、バスマンです。今日もシティタンク始めていきます。今回モッツさんの今回モッって言った方が正しいですかね、銀チャレなんですけど、なんか結構モッツさん今何やったっけ、そう、レジェ1のボール5個まで行って、ナイスパス、結構レジェ1のボール1個まで、そう、4個とか5個減らしてのを何回か繰り返してるんですよ。今回なんとか達成さす、モッツさんの一番乗りのキング、私たちの中で一番乗りのキング成功を早く言ってほしいんで、なんとか今回勝ちたいですね。で、今回相手がタツヤ、シンイチ、グレーかな。そう。オッケー、ナイスパス。さすがバイマンさん、見えてますね。いや、なんかレジファンって結構、うわ、やられた。レジファン、そう、前私もレジファンのボール3個まで行って、で、レジェ2に落ちまで落ちて、で、結局キングになれなかったことあるんですよ。レジファンまで行って。でそれ何回、そう、レジェ1って結構、苦しいランク帯なんですよね。なんかやっぱレジェン、そう、キング、やっとキングやっていうプレッシャーもありますし、まあ毎回キング行ってる方はちょっとそんなプレッシャーは少ないんでしょうけど、ちょっと私たちにとってキングっていうのは、まあ、結構念願に達成したものでもありますんで、結構キングへの思い入れが強かったりするんで、なんか結構やっぱプレッシャーかかるんですよね。まあ慣れてないんで。OK、OK、OK。で、やっぱりそっからダダダダと負けたりもするんで、なんとか今回、キング、モツさんの一番乗り達成させたいですね。神パスタ、うわ、ごめん。で、今回相手のセンターがグレーなんで、そう、新一は前も言ったと思うんですけど、ミドルシュートとかの妨害範囲が狭くなると、なんでミドルとか、あとゴール下の対抗能力がめっちゃ上がるんで、そう、気をつけないといけないですけど、で、グレーはミドル、そう、2ポイントシュート上がるんで結構ミドルも、うわ、おじゃ、これミドルが入るキャラと、で、まあ相手の近テンポもコピーするみたいなんですけど、今回私センターじゃないんで、まあ、そこは有利かなと思いますね。あとディフェンスの時の、うわー、なんか今遅れた。ディフェンスの時のリバウンド値がグレー上がるんで、攻める時にリバウンドはちょっと負ける確率が上がりますね。ただまあ私たちメインがダンクなんで、まあ、そこもなちょっと有利なんで、今回なんとか勝ちたいですね。うわ、やられた。うわ、おお、さすが、ナイス。いや、でもちょっとなんとかリードしたいな。うわ、リッカさん、うまいですね。今ブロック、エンケルブロックが成功して、おし、いや、でも私らのモツさんも私のおかげですね。まあでも最初モツさんと私でやってきてるんで、もう本当すみません。ダンク、うわー、ごめんなさい。もうめっちゃ始ますね。で、今回でキングが行ったとしたら3、うわ、やめた、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。いや、残り14秒か、やばいな。いや、ここ負けたらまたちょっとオブ、危ない、いや、危ない、怖い、ナイスパス、神パスだ、やばい、
うわー助かった。うわ心臓に悪いよ。よかった今。よし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 。でこれでモツさんがキングですね。オッケーオッケーオッケー。よかった。いや最後ちょっと入れられたかと思ったんですけどサイクル的に大丈夫でしたね。いやほんとナイスナイスキングですね。よし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 。いやまず一人目行きましたね。で次私もキング近いんでなんとか今月頑張ってはい今月もキング行きたいと思いますわ。はい。いやーよかったよかった。いやー今日もありがとうございます。またのチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。じゃ今日もありがとうございます。ではでは。